肖像、定活1707年9月22日は、定成功の孫、定行の次男である。幼名は、旗といい、人は、新社と呼んだ。字は、サネで、つごもり堂と号した。1681年、定行と、陳久しかが、相次いで死去すると、重心の表赤藩が、定行のいとこたちと組んで、クーデターを起こし、韓国の定活を殺し、 わずか12歳の帝勝を遠平軍王とした。1683年、新朝の水師帝徳四郎が宝庫海戦において大いに帝軍の艦隊を破り宝庫諸島を占領すると帝軍の首相流国権は台湾に逃げ戻った。氷石藩はついに帝勝に清に降ることを進めた。7月5日、氷石藩は帝徳将に命じて 公表を書かせた。7月15日、氷石藩は、章である、定葛を郎に送った。8月13日、郎は、台湾に入り、降伏を受け入れた。その後、定葛は、北京に赴き、官軍成功期に組み入れられ、会長校に封じられた。後期46年、定葛は病没した。借位を継ぐ者はいなかった。定葛は、 表石藩の娘をめとり、低安服を設けた。弟は、低勝巨である。低勝の死後、その母の講子は、船長に、低家の財産を戻すことを要求したが、受け入れられなかった。台湾の著名な詩人である低修養は、低勝の子孫である。低勝はまた、金伊佐をのぶ教小説である、が金駅の中にも出てくる。小説の中では、 低活の年齢は10歳多くされている。また、理事生と陳延猿の娘の赤と相思相愛とされている。あとに赤は衣装法と結婚することになり、低活とは別れた。かかな駅の中ではかなり悪役にされている。ありがとうございます。